まいよ小雪のジャンボさわさわ、はい、今日も始まります、はい、ジャンボさわさわ。ジャンボって、うん、前にもご紹介したけど、まあ、なんとかなるさとか幸せとか、なんかそういう合言葉のような、ね、何語になるんだろうね。亡くなったジェラルドがよく教えてくださったんだけど、スワヒリ語、ね、挨拶とかでも聞きますよ ね、ジャンボってこんにちはってみんなのかね、いろいろね、あの幅広く使われておりますが、この間放送した小生小雪の、はい、10ゲーム、いやもうすごかったですね。ありがとうございます。YouTube の配信も、うん、聞いてて、もう何度も弾いてしまいました。嬉しいです。思わず早口言葉を一生懸命練習してね、いやでもね、本当に嬉しい限りで、うん、今ねちょっとこのスタジオに入る前に、はい、この前の番組をやっていた方にね、琴音神社での、はい、司会のことを褒められておりましたが、いや嬉しいですね。こう見てくださったのも嬉しいんですけど、こうやって直接褒めていただけることもすごく嬉しくて、そうそう、嬉しいし、その所作をちゃんと見ていてくださる、それがすごくらしいと思うのね、うん、ただめんこいねとかわーわーとかでなくて、その仕草一つをこれはあれはだって言って、本当にそういう時にがうちの商売もそうなんだけど、うん、本当にその所作のねところを褒められたり、うんうん、別なところで食べ物以外で褒められたりすると嬉しいね、嬉しいですね。なんかやっぱり人のご縁はね大事ですね、うん、大事ですね。ということで、はい、そういえば打ち合わせで今日の落語は一体何だったんだろうという話だったんですけど、はいはいはい、実はね、今日お昼にですね、うん、竹あかりとか、それから風呂敷、日本風呂敷文化協会というのかな、はい、のやってらっしゃる横山さんが素敵な方をお連れしてうちのお店に参りました。女性の建築会社の社長なんですけどね、震災の時に、すぐその現場に入ってトラック、うん、自分の会社のトラックを運んで半年間いろいろ震災のお手伝いをしたそうなんですが、それをご縁に何かこうボランティアで、震災立ち上げてしまってね、防災なんていうんですか、組合、防災組合ですって、うん、防災組合を立ち上げたんですよって話になっていて、またぜひぜひ今度こちらの、ね、ゲストとして来ていただいて喋、うんうん、っていただきたいなと思うので、それも置いときで、横山さんは風呂敷でスペインに行き、もう女性がまた花咲き始めていますし、うんうん、もう男女本当は関係なくね、うん、やる気のある人がそれで OK なんだけど、うんうん、だからその社長言ってましたけど、二十歳の頃から現場に入ったんですけどね、その時代本当にそのこうなんていうんですか、測るやつを持って現場に入ってる女なんて皆無だったんで、はい、よくそこのお姉ちゃん何やってんだってよく言われてたそうで、うん、そういう実際のイメージね、うん、でも実は建築って女性が一番なんていうのかな、内部的には一番必要なところで、うん、本当はね、で今の時代はたくさんいらっしゃるけれども、うん、台所一つ何棚の一つ作るときは、うん、女性の意見の方が実は素晴らしい、うん、いいものを作るんですよっていう話をちょっと二人でしてきました。まあちょっとずれましたけれども、今日すいません、今日の落語は千翔さん、ね、千翔さんの変わり目、変わり目ってやつですね。じゃあ師匠が出てくる、あ、千翔じゃない、千翔さんの変わり目、はい、お酒ね、あ、お酒ね、あ、そっか、18番だもんね、お酒のね千翔さん聞いてますかあなたにお酒の話をさせるときっと一番ぴったしと言っちゃったかもしれませんが、本当に上手です、うん、その聞く前にですね、今日の音楽なんですけど、選んでいて、はい、久しぶりに福沢圭介さんって知ってる？いや、それが存じ上げなくてですね、うん、先ほどその CD 見たときに、これ地上波でもドラマで使われた曲なんだよっていう曲聞いて、はい、すごい方だと思って、だから今日聴けるのがすごく、はい、もう
大体の方が分かってる曲で、うん、おいおい北海道北海道だよって言ってあるでしょ、うんうん、あれの作曲家の方です、うん、すごいとても素敵な方で今は軽井沢にいらっしゃってて、うん、ラジオ局もやってらっしゃるんですけど、うん、あの沖縄の菊池さんと一緒で今度、ね、軽井沢のラジオ局とつなげたいですね。いいですね、ね、いいですね、うん、今ここでちょっとつばつけといてじゃあまずじゃあその、選手さん の, その始まる前に私 の, あのお友達っていうか無理やりお友達にしてしまった奥田圭介さんの曲を聴いてください。野風像ですね、はい。酒場で二人で飲みたいものだ。ぶっかき氷に焼酎入れて、つまみはスルメかエイのヒレ。お前が二十歳になったら、思い出話で飲みたいものだ。したたか飲んで神声あげて、お前の二十歳を祝うのさ。いいか男は、生意気ぐらいがちょうどいい。いいか男は、大きな夢を持て。女の話で飲みたいものだ。惚れて振られた昔のことを思い出しては苦笑い。お前が二十歳になったら、男の遊びで飲みたいものだ。で明日を忘れ、お前の二十歳を祝うのさ。いいか男は、生意気ぐらいがちょうどいい。いいか男は、大きな夢を。旅に出るのもいいじゃないか。旅立つ朝は冷や酒干して、お前の門出を祝うのさ。いいか男は、生意気ぐらいがちょうどいい。大きな夢を持て。野風像、野風像。
いい曲ですね、うん、素敵な曲です。いい声がね、けすけさんのいいんだよね、うん、なんか優しい、そう、うん、でもかっこいい声です ね、うん、こうおばさん方バダムキラでしたねまそういう彼も、はい、もう軽井沢に行ってしまわれて、うん、娘さんがいらっしゃっててね、あれなんですけど、今日ね最後にそのもう一曲けすけさんの歌、はい、娘に捧げる歌っていうのを書けるんですが、それをそのストーリーにしながらこう今日の流れを作っていこうかなって、たまにちょっと台本はないんだけど、うん、ね、ストーリーある番組作りも面白いかなと思って ね、 確かにそうです ね、 ね、うん、そろそろマンネリ化してきたらしいからそういう感じで、まずはじゃあいつものように、ほらいっぱい熱いファンが、もう本当にありがたいです ね、 ですね。まず忘れないうちに全部読んじゃいましょう、はい、はい、お願いします。はい、ラジオネーム山ちんさんからです。まやさん、こゆきちゃん、こんばんは。いつも YouTube で拝見させていただいています。楽しい放送ありがとうございます。毎週ポエムも楽しみにしています。こゆきちゃん、琴仁神社秋祭りの司会お疲れ様でした。本当に行きたかったですよ。来年また春祭り秋祭りあるようなら行きたいって思ってるよ。そしていよいよ9月、こゆきちゃんの誕生月、そして生誕祭がありますね。今月も札幌行かさせていただきます。今から楽しみです。今月末にはまた落語も行くことが決まっています。それも楽しみです。大阪はまだまだ暑くて、真夏日も連日続いています。札幌はどうなのかな？万葉さん、小雪ちゃん、体調崩さないよう頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてもう一つ。はい。えりこさんからですね。まゆあさん、こゆきちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。涼しくはなりましたが、まだまだ暑さが続きますね。先週はタイミングが悪く、メールが遅れず大変申し訳ありませんでした。小生小雪さん、落語デビューおめでとうございます。雪が解ける春頃からデビューとのことと、弟子入り稽古と今までにない環境でしたね。赤色のお着物に角帯が若々しく粋でしたよ。若い感覚のジュゲム、感動しました。よく練習されましたね。集中力が素晴らしいと思いました。年末の講座楽しみにしています。琴仁神社のお祭りも終わり、静けさが戻ってきましたね。奇人変人宇宙人になりたいエリコインさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。いろんなことでね、応援してくださってて、はい、嬉しいですね。奇人変人宇宙人 の、 第2号ではないんですけどね、神社の宮司様の菅原様も、うん、今日はお疲れになってると思いますが、私の LINE にはとても素敵なその衣装、はい、衣装をこう送ってきてくださいます、うん、神社さん、宮司さんのほら、はい、衣装って白にね、烏帽子かぶってのが一番なんかすごく、うん、はい、イメージがあるけれども、はい、本当は僧侶のようにすごくこう錦のね、織物のやつがいっぱいあって、やっぱり色によって暗いだとか、そのものに対応するのがね、変わるったりするらしいんですけど、まあそういう勉強も含めながら皆様素敵なお衣装で並んでおられましたので、ことに神社おめでとうございますが、お疲れ様でした皆さん。それよりもいつも思うのですが、はい、その神社の祭典ですとか、周りを支えてくださっている氏子っていうのかな、その神社さんのね、田中じゃなくて氏子さん方がとても素晴らしいと思いますし、本当に頑張ってるなって、琴仁神社のちょっと収録ビデオみたいなのが NHK と何かの番組で、はい、結構1時間番組のしっかりした日本の祭りみたいな感じで流れてたんですが、はい、本当に素晴らしい縁の下の力持ちたち、ね、物事をやる時の力者たちの力が、もう皆さん年なのでね2代目3代目を募集してるのですが、なかなか息子たちが息子たち娘たちがね、なかなか動かないんだけど、まあそのうちに逆に孫を呼んだ方がいいのかな。あ、確かにもう飛んでもう、ね、飛んでそう息子たちは割とねあれかもしれないけど、飛んで孫たちだね、うんうん、孫たちにこうつなぐようにね、お祭りっていいことたくさんもあるし、本当に、いろんな意味で人とのご縁をつなぐ場所なので、
なんていうの、宗派違うっておかしいけどね、あの政治じゃないけど超党派で皆さんカトリックでも、あのね、モントでも伝承でも何でもいいし、あの本当に日蓮宗でも何でもいいから、とにかく教えている根本は一緒でしょ、はい、うん、人を大事にしよう、愛せよう、うん、平和を守ろう、ね、元気になろうとか、そういうのがもう人との道は全然変わらないので、うん、お祭りを楽しむ、ね、そういう感じで、ね、ローマ法を呼んでくるとかね楽しむっていう気持ちがもう、そうそう、うんうん、だからそのところが全然あの問題ないと思うので、うんうん、あの宇宙人として宇宙人としてははいね、キング様頑張りましょうね、時代はもうすぐあなたの時代です、もう少し頑張って、え、日々あの、ね、磨きをかけて、白竜を呼ぶ力を磨きをかけて、はい、皆さんで集まりましょう、はい、お疲れ様でした。では小雪ちゃんもお疲れ様でした。ありがとうございます。ステージすごく素晴らしかったです。嬉しいです、ありがとうございます、じゃあよ、あの喋ったついでに酔っ払った選手さんの、はい、あの変わり目聞いてみましょうか。うい。一気にちょっと年齢が上がって申し訳ないと思いますが、小生千翔と申します。暑いですよね、最近ね。で、暑いと食欲ってのはなくなると思うんでございますが、不思議とお酒の量は変わらない。暑いと暑いから。と冷たい水行こうかと、まあ、こうなりますよね。じゃあ寒かったらどうなるかっていうと、寒いからちょっと熱くして噛んで飲もうかと、でなんかいいことあるといいね、今日は嬉しいね、飲もうかと、で悲しい時にはいや辛くてやってらんねえよ、今日は飲むかと、まあ、何でもいいんですね、頭にくるで落語の中にもですね、この酒飲みや酔っ払いっていうのが出てくるんでございますが、まあ今日出てくる話の中では、まあ、酔っ払い可愛いもんなんでございますけど、ちょっと酔っ払いの話でございます。一でなし、二でなしと、三でなし、おめえなんて、四でなしと、五でなし、俺はどうせ六でなしと、七でなし、八でなし、九十、十一、十二、十三、十四、十五と、終わんねえな、この歌は。え？大将、そこの大将、大将。誰だい大将、大将って呼ぶやつが、え、大将、車屋でございます。だいぶいい心持ちのようなんで、どうです、車差し上げますんで、車乗っていきませんか。お、いいね、俺が大将、おー、大将、俺を男と見込んで大将と呼んでる、いいね、よし、わかった、車は乗らねえ。乗らないんですか大将、頼みますよ、ぜひ乗ってくださいよ、男と見込んで、お願いしてるんでございますから。分かってる分かってる、冗談だよ冗談、なになにここかい、よし、うん、お、大将乗りましたか、じゃああげますよ、よし、よし、で大将、左行きますか右行きますか、どっち行きます、どっちだっていいよ、好きなとこ行ってくれ、うん、いや、そんなこと言っても、右か左か、どっちに行きます？いや、だから、俺乗りたくて乗ったんじゃねえ。おめえが頼むってから乗ってやったんだ。え？ああ、そうだ。好きなとこでいいんだったら、お前んち行こうか。お前んち行こうか。大将、用意してくださいよ。なんか、好きなとこでいいですから、どっか行きましょうよ。ああ、好きなところでいい。よし、やった。車をまず止めろ。いや、まだ動いてませんよ。そこの真ん前の明かりついてる家があった、あ、そこの塔をどんどん叩いてくれないか。やめましょうよ大将、時間ですよ、面倒なことになりますから。だからよ、さっきはおめえがお願いして俺を車に乗ってやったんだ、で今度はおめえが俺の言うこと聞いて動くもんじゃねえのか。大将、あんまり理論的な酔っ払いで嫌われますからね。わかりましたよ、もう面倒な客だな。夜分遅く、はい、すいません。夜分、はい、遅く、すいません。開けていただけませんか。おう、開いてますからどうぞ入ってくださいな。すいません、夜分遅く。
ちょっと車屋なんでございますけども、酔っ払いが乗りましてね、でここの音を叩けっていうもんですから、いやもうすぐ返しますんで、どうもすいません、ちょダメですよ旦那、中に入っちゃ人んちゃ入っちゃダメですよ、もうちょっと旦那、いいんですよ、うちの人ですから、うち旦那さん、いやいや、どうも失礼いたしました、なんだってお前さん、酔っ払って、で、どこから乗ったんです、うちの人、どこからって、この家の前なんて、いやいや、お代はいいですよ、そんな、車も回ってませんので、そんなこと言わずに、少ないですけど、どうぞ、いや、そんな、いいですよ、まさかそんな、いいんですか、いただきます、どうも、マイナリなんだって、お前さん、家の前から車乗るんですよ、いや、そりゃよ、俺だって乗りたかなかった、乗りたかなかったんだけども、男と見込んでって頼まれたら、断るわけいかねえじゃねえか。なあ、こんなことよりお前、この前の野郎、お前、金いらねえって言ってんのに、なんで金渡すんだよ。俺が一生懸命働いても、たまるわけねえじゃねえか。あ、お前、車屋に貢いでるな。バカなこと言ってるんですが、またそんなに飲んできて、もう時間も時間だから、もうお寝なさい。お寝なさい。お寝ないよ。え？いや、お寝なさいよ。酔っ払ってんだからね。いや、だから寝ない。寝ないで何するって。そりゃお前、あれをよ、これでそれすんだよ。なんです？だからこれでお前醤油飲むバカいねえじゃねえかよ。酒持ってこいって酒飲むから。飲めません。いや、お前が飲むんじゃねえんだよ。俺が飲むっつって。俺が飲む。飲めません。いや、だから俺が飲むの持ってこいっつって、ね、飲めません。飲めません。俺の番だろ。え、何飲むってんだから、ほらもうそこに用意してるじゃないか、持ってこいっつんだ。どれどれどれ、いいね。なんかつまむものねえのか。ありませんよそんなもの。鼻でもつまんでたらどうです。便所で飲むわけじゃねえんだね。早く持ってこいよ。あ、つくらにはねえのか。いただきました。ああ、そうか。あ、今朝の残りの焼き魚いただきました。じゃあいただきました。またおめえかよ。なんかつまんもんねえのかよ。酒と言ったら魚だろ。それじゃあ横丁のおでん屋さんでおでんでも買ってこようか。いいね、それだよ、それ。それもなんで最初に言わねえかな。おっと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 、なんで出かけようとするんだよ。おでんの具聞かなくてどうすんだよ。聞かなくてって、お前さん毎回はんぺん卵大根でしょ。そりゃ昨日まではそうだったかもしれないけど、今日は違うかもしれないじゃないか。あ、そう、面倒ね。おでんの具何にします。そりゃお前大根に卵にはんぺんじゃないの。順番違うだけで同じでしょ。何も、あ、言ってこいってんだ、ほら。あと好きなもんおめえ買っていいからな。ありがてえな。なんだかんだ言って酔っ払いに付き合ってくれて、今日もそうだ、この時間まで起きてくれて、つまみがないって言ったらおでんを買いに行ってくれる。ありがてえな。ありがてえけど、友達からも言われんだ。おめえの女房は企業もいいし出来すぎてるって。いや、その通りだ、その通りなんだけどよ。そうなんだって言ったら、何のろけてんだって言われるしな。白筆をおめえ綺麗だよって言ったら、具合でも悪いのかいって言われるし。でよって急いで行こうと思ったらこのざまだ。いやけどいい嫁だよ。感謝してる。誰だよそこで笑ってんの。まだ言ってないのか。早く言ってこいってんだ。元帳見ないちまったじゃねえか。明日からやりづれえな。鍋焼きうどん、うどん。お、うどん屋じゃねえか。火消えてて缶つきれねえと思ってたんだ。うどん屋、おい、うどん屋。はい、毎度ありがとうございます。毎度ありがとう。おめえと前会ったことあったっけ。いや、
しかねえか。まあこれはあの口癖みたいなもんで、決まり文句なんでございますよ。口癖ね、口癖ならしょうがねえな。あ、ってことはあれか、ありがとうございますっていうのも口癖か。いや、それはもう本心真心心から出た言葉でございますよ。器用なやつだなお前な。お前火ついてるか。湯沸いてる。勘してくれねえか。湯沸いてんだろ。まあ沸いてなくはないんですけどね。それ用ではないんですけど、ね、あ、もう出来上がりましたね。おめえ早いな。神崎はな、人肌がちょうどいいって。ちょうどいいじゃないか。お前も酒飲みだな。ありがとう、助かったよ。あの、うどん食べていただけませんかね。うどんは俺、手綺麗なの。いらねえ、いらねえ。あの、じゃあ、雑煮はいかがでございましょうか。おめえよ、酔っ払いにうどん屋持ち進めてどうすんだ。大体この時間に人んち入り込んで何やってんだよね。あ、そうか、お前ここんとこここでぼやが多いと思ったら、お前火持ってあちこち回って、怪しいやつだな。とんでもないじゃないですか。そんなことないんですよ、もうひどいお客様だ。鍋焼きうどん、うどん言っちまったよ。火貸しといて火つけられって言われたらさ、逃げるかな。お前さん、え、あら、まだ感じてなかった。あったかいわね。え、火つけた。火はつけてねえんだけどよ。うどん屋が通って、うどん屋なんで、あ、感じてもらった。あ、そう。で、うどんは頼んでないの。そんなかわいそうなことするもんじゃないわよ。え、あそこのうどん屋さんでしょ。まだ間に合うからちょっと待っててね。うどん屋さん、ちょいとうどん屋さん、うどん屋さん。船長さんもあっという間に上手になった方ですけれども、お酒の話は天下一品だと思ってください。あの落語ってその人の生き様とかもどんどん変わってきたりするんだけど、船長さんも多分、もともと好きだったんでしょうけども、落語に出会って自分の生き方もますます磨き逆にかかったのかな。あのよくお客様ね、あのこう飲みに行った場所とか、あの行った場所で、あの若い女性の方中心にですね、うちのお店に連れてきてくださるんですよ。それであのファンがね、いて選手さんのお話を聞きに来たりするんですけど、やっぱりご縁ってね、あの自分の落語を聞いてくださいとかやってますよとかっていうと、またその場所で、ね、縁ができるし、あのやっぱり、人が集まる、人を育てる、人のことに、関わってくるってことってやっぱり動かなきゃダメなんだよね。語るのは簡単なんだけど、今日自分で話していた時にちょっとさっき言ったね、その、ボランティア防災組合を作ってしまった社長さん方も、まあ正直言って、記事だとか米寿だとかなってくるとね、米寿は怒られんね。ごめん、還暦か、還暦を過ぎてくるとやっぱりあの動きが全然若い時と違うって話の中から、でも人を引きつけたり何かを先頭になってやる時はやっぱりジャンヌ・ダルクじゃないとダメだよねって話になったの。意味わかる？あのこうやっぱり先頭を切って、あの女でも男でもいいんだけど、先頭を切ってこう大手を振って、姿勢を曲げずに自分のパワーでやっぱり手を上げたり剣をこう上げて、さあ進めってやった時についてくるのはやっぱりその人のパワーにみんなついてくるんだよね。そうですね。だから年取ってくるとさ、表に出ないとことかって思って下がったりちょっとするんだよね。そうなる時にやっぱりちょっと違ってくるのかなっていう話になって、やっぱりどんな時代でもどんな時でも何かを起こそう、何かをやろうという時は
ジャンヌ・ダルクじゃないとダメだよねっていう話になりました。それで今のジャンヌ・ダルクったらおかしいけどね、あの私の周り、その社長さんもそうなんだけど、今日来た横山さん、私の中では今ちょっと前までの私のようでもイケイケで攻めにかかってるんだよね、生き方を。それで9月の16日、はいはい、場所はですね、こう見ないと、場所がどこでやるのかな、防災風呂敷と笑いだらけの子育てと言って、2人でフェアで開催することがありましてね、それをこれはどこでやるのかな、出てないチラシを持ってこればよかった、見えない、教育文化センターじゃないな、チエリアどこだろう、さあどこで、こんな小さく書いても見えない、どこで、ここ札幌札幌市民交流プラザ3階クリエイティブスタジオにて、さすが小雪ちゃん、これ小雪ちゃん持ってて、ちょっと読んでやって、はい、はい、はい、9月16日ですね、はい、お時間は、はい、12時30分から15時、はい、で場所がもう一度、はい、札幌市民交流プラザ3階クリエイティブスタジオにて、はい、大人の方が2000円、はい、大人の方が2000円、小学生以下が500円で、はい、あります。で、風呂敷の交流会ね、風呂敷の講演会と、その一緒にその子育てを語ってる方のお名前なんておっしゃったかな、横山先生さんの他に、と菅生よしみさん、菅生よしみさん、なんか俳優さんのお母さんだって言ったけど、あ、わかる、はい、はい、私今の若い俳優よくわかんないけど、菅生さんっていうの、菅生奈々香さんっている、はい、俳優歌手菅田将暉のお母ちゃんとか、菅田将暉のお母ちゃん菅田将暉さんってわからない、私そうです、ね、殺されるけ若い、かっこいい方です ね、 ね、そうなんだ、あ、その彼を育てたお母さんが、うん、お母ちゃんが出て子育てを語ってくれるんだね、はい、って書いてますね、うん、あ、じゃあやっぱりファンは行かなきゃね、はい、でちょうどその日はですね、我が美人寄せの日でして、うん、美人寄せがありまして、私がね、せっかくねお招きいただいたんだけど行けなくて、せめてこのラジオ番組で紹介させていただきました、うん、皆さんご都合のつぐ方、ぜひ行って差し上げてください、きっと面白いものと、今攻めにかかっている横山さんの熱い思いが伝わってくると思います、うん、もう絵本は出すわ、歌は出すわ、すごい、ね、すごい人ですよね、うん、でもう本当にスペインにもう風呂敷しょって行くんですよ、うん、だから本当に生き方ね、生き方を前進めっていう時のその熱い人を見てるとちょっとワクワクするんですけどね、うん、なんか羨ましいとかよりも元気をもらえる、はい、いつも言うようにファイターズが来て最高の時は元気をもらえるからみんな応援するというふうに今思っています。だから元気をもらえるもの、小雪ちゃんを見に行くとか、ね、お祭りに行って見に行くとか、ね、ブランシュコトニーに行って小雪ちゃんのステージを見に行くとか、やっぱりそういうものをやっぱり見てたり聞いたりして自分のエネルギーにしていただきたいと思うので、ね、ぜひぜひ皆様、なんかこの頃男の子の話題聞かないけど、男の子でこう熱い子とかいるのかね、どうなんだろう、どうなんでしょう、どうなんでしょうね、でも探せば絶対にはいますからね、そう、徳之君もこの頃静かだしさ、うんうん、エネルギーの塊みたいだったのにね、だからなんだけど、何か札幌で元気の塊みたいなのがそろそろ出てきてもいいかなと思うので、うんうん、ちょっと来年ね、課題だね、どっか見つけようか、そうですね、男の子のアイドル男の子のアイドルアイドルってみんなほらなんか別のイメージで取られるけど、うん、おばちゃんに私にするとアイドルって、うん、その元気玉みたいなもので、うんうん、本当にドラゴンボールの元気玉みたいなもので7つ集めると願いが叶うというのでクレレッコ7つ7人いる何人いる、ね、7人以上いますね、7人以上いるね、すごい兄弟パワーだね、塊です、 です、まあ、そうなんだけどね、そんな感じで感じてます。あ、それともう一つ何か、はい、今メールいただきました、はい、いただきました、はいはい、ラジオネームアッキーさんからです。マヨンさん、小雪さん、こんばんは。2週連続の楽しいひとときありがとうございます。琴似神社秋のお祭り拝見してきました。きらびやかなおみこしや出しといい、
出店出店の数といい賑やかですごかったですね。そして小雪さん、演舞場での司会お疲れ様でした。盛り上がりもすごくて、琴仁の人のパワーを肌で感じることができましたよ。そのうちお祭りで落語ご披露なんてこともあるかもしれませんかね。ということで、ありがとうございます、はい、宇宙人に頼んどきますでみんなで大喜利大会とかもやりたいですね。そうだから落語っていうよりも大喜利やりたいね、うんうんうん、ね、商店並んでね、金店とかねあ、金店いいねいいです ね、名前もじって金店さん、はい、金店コーナーってやりましょうあの宮司も入れていいですすごい怒られるね、お父さんにというあの話をしていますが、はい、じゃあちょっと深呼吸して小雪ちゃんの素敵なポエム聞かせてください。はい。何のために生きているの？これは私が中学生の時に非常勤の先生に言われた言葉です。もう正確には忘れてしまったけど、その時の私は息をするのにも疲れてしまい、世界がモノクロで、と先生に相談して、その答えがこの言葉だったんです。その時は、何のために生きてるの？なんてこの人はなんてことを質問するんだと頭ん中がぐるぐるして、でも実際私は何のために生きてるんだろうと答えを出すことができませんでした。何のために生きてるかなんて自分のためとは言っても何か自分のためにしてることはなかったし、誰かのためになんて思うこともなかったし、黙ったままの私にその先生はさらにこう言ったんです。それって生きてる意味あるのかな。中学生の私にはわけがわからなくて、何かのために生きていなきゃ生きてる意味はないのか、じゃあ何のためにも生きてない私は、と。中学生の私は答えがわからないまま、ただ何のために生きてるかを必死に考えてました。19歳になった今、私は何のために生きてるのか、まだ明確な答えは出ていません。けど私は私のために生きていたいし、私を知って私を見て元気になる人のためにずっと生きていたいし、私を支えてくれる人を支えれるために生きていたい。年や経験を重ねることで何かのためがどんどん増えていきました。その先生が私に伝えたかったこと、まだ分からずにいるけど、中学生のあの頃の私がその言葉で必死に生きる意味を探そうとしたから今の私がいるんだと思います。14歳で時が止まってたかもしれない私に未来を与えてくれた先生、ありがとうございます。素敵、ありがとうございます。女性の先生、男性の先生？男性の先生だったんですよね。何の時間、道徳の時間、数学の時間とか。いや、それがですね、うん、なんか非常勤の先生っていうより、はい、私あの吹奏楽部でやってたんですけど、はい、その時に楽器を直しに来てくれる先生がいて、はい、その方だったんですよね。で、私の使ってた楽器がちょっと故障しちゃって、はい、で1対1でこうお話させていただいてる時に、この話いただいて、あら素敵、うん、素敵な方だなと、うん、初恋の人違うでもなんかすごい私の考え方がちょっとだけこの先生のおかげで変わったっていうか、世界がちょっとバッと開けた感じだったので、今先生によって自分の人生観変わるっていうのは、なんかみんな悪い方に変わるのが多い案内があるけども、本当に先生って先に生まれたって書くじゃない、はい、それってやっぱり人生の経験者だから、うん、人に教えるときには先に生まれた自分の経験値を、ね、うんうん、あのいいところを相手に教えるための、なんて言うんだろう、教育っていうか、うん、あの技法をやるのが先生と、うん、だよね。そうですね。大昔だからあなた方は知らない戦争の話なんてしたって今時みんなピンとこないかもしれないけど、私は小学校の頃に一番あのカルチャーショックっていうか、はい、あすごいなって思ったのは、その先生が戦争を経験していて、ゼロ戦っていう飛行機があるんだけどね、はい、それはもう最後にやって終戦間際にはあのこうよくやるじゃない、はい、翼をベニヤ板で作ったっていうのと、あのベニヤ板で作ってたっていうのとか、それから中学校の時の先生は、おこばち川ってうちの家のそばに川があったんだけど、はい、そこに、相手のアメリカ軍の飛行機が飛んできて機銃掃射して逃げ回ったっていう話を聞いた時に、
うんってついそばのいつも 雪捨て場にしているおこばちがをじっと見たりね、あのその経験値を人に伝えるときに相手に何を考えさすかっていうところは、うんうん、やっぱり先生なのかなと思うので、うん、自由とさ自由と責任とかさ、道徳の時間は私がたったからよく問いされた、衣食住で何が一番大切かとかで、ね、するとね、そんな話をしながら、うん、結構ね、今ならくだらないなと思うかもしれないけど、うん、とっても真剣に考えてたよね、うん、ですね、なん、ね、だろうとか、ね、自由ってなんだ、責任って何って、ね、って、ね、うん、だから本当それと一緒で、こういう落語ってそういう世界を、なんていうの、伝承していく話術の一つでね、うん、説法から始まってるから、だから落語を聞く力もやっぱり先生の話を聞く力もやっぱり自分の中でやっぱり考えなきゃなんだよね、うんうん、それがやっぱり一番いいとこなのかなと思ったりするしてね、私いつも使う言葉で一つ、あのそれも非常勤講師の教頭先生だったんだけどね、うん、Never water call me って知ってる、うん、あの先生トイレ行きたいですって言った子に、はい、先生がそう言ったの、したら、はい、要するに行ってらっしゃいって意味で Never water call me って言ったら、みんなどっとそれおしっこ行きたいですっていう話だったのかなと思ったんだけど、うんうん、よく聞くと、自然を我を呼んでいるとかっていう風にね、言った意味だし、それも面白かったし、うんうん、待てば必ず春が来るっていうの続きの詩があるんですって、 Never water call me Never water spring って言って、うん、だからなんかすごくね、うんうん、その言葉が、あのその先生にいただいた言葉が、うん、ずっとなんかの時に残る、だから、うん、生きるってなんだろう、それすごい難しい問題だよね、うん、私死ぬまできっとわからないと思う、うん、まだわかんないです、私もわかんないよね、うん、面白いね、でもこんなことで話できるってやっぱり共通の問題なのかね、うん、年齢差関係なく、うん、男女関係なくね、まあちょっと重たい話になったかもしれないけど、あの、いきますか、そろそろ、あの、はい、我がけいすけさんあのちょうどお誕生日になってね、9月になったら20歳になります、うん、小雪ちゃん、はい、あのけいすけさんの好きなお酒も一緒に飲めますので今度ね、ぜひぜひ、連絡取って、あの今日ね、フェイスブックつながってるんで、きっと今日のやつを流して、うん、ね、連絡ちょうだいとか言ってみますか、はい、ね、ということでじゃあ娘に捧げる歌ですね、はい、はい、あ、娘に送る歌、ごめんなさい、はい、福沢圭介さんです。生まれた時から恋人で、辛い時も悲しい時も無邪気に笑ってくれた。大きくなっても恋人で、眩しくて愛しい夢を見させてくれた。旅立つ時がいつか来ると知ってはいたけど、からは寂しくなるとわかっているけれど、幸せの数々を見つめ続けた日々、思い出をありがとう娘よ、ありがとう。
人のため生きることが素晴らしい人生を運んでくると、いつかは母になり知るだろう、震えるほどの大きな幸せに出会うだろう。お前の悲しむ顔など見たくはないけど、ありがとう娘よ、幸せに思い出を、ありがとう娘よ、ありがとう。この曲はケイスケさん作曲作詞でしょうね、うん、ね、やっぱりお嬢さんの結婚式で、ね、作ったのかなとかってちょっと思っちゃったんだけど、なんか歌詞の雰囲気がそんな感じでしたね、まあ、結婚しなかったらごめんなさいだけどでも結構ご自分のお嬢さんに捧げた歌だと思うんだけど、うん、素敵な曲、ね、素敵なね、なんか最後には涙ぐんでるような感じで声がトーンが低くなりましたねケイスケさんいやでも本当にね、父親ってね、娘には甘いんでしょう、うん、どう小雪ちゃんのお父さんは。甘々ですやっぱしねなんでなんだか知らないけど甘々ですね、うん、本当にうちの旦那もそうですし、うちの息子もそうです、うん、まあ、女の子なのでね、あれだけど本当にまあまあ恵まれますね、うん、だまあいいんでしょそれでね、うん、甘々で、はい、甘々だからお父さんね好きだね、はい、やっぱり お母さんピンとしてないと ね、 そうですね、喧嘩するぐらいはちゃんとしてないとやっぱり、うんうん、やっぱりダラダラになっちゃうからね、 どっちかがやっぱりきちっとしてないとねって言ったらおかしいけど、うんうん、バランスじゃないけど、ね、ただ、うん、本当に怒った時恐ろしいっていうか怖いのはお父様っていうのはちゃんと分かってるでしょ、うん、どっか根本では、はい、お父さんが怒った時はこれはちょっと大変だなって、うん、本当にやばい時だってそうでしょ、でお母さん怒ってないってこんな感じになるけどね、うん、お父さん怒るとやっぱり本当に本当にあの、うんうん、怒ってる時だと思うので、やっぱりそこはやっぱりちゃんと人間の本能で分かってるんですね、うん、立ち位置がでもいいです、いやお父さんの甘々も含めて、まあ、甘い世界で暮らしてきている今の私たち、うん、まあ、幸せだと思っております、はい、本当にね、まずは元気で日々を、ちょっとようやく暑さ抜けたので、そうですね、もうだいぶ、うんうん、正直言ってね、もうね気力がなかったり持続力がなくてね、うん、もうこれダメかなと思ったぐらいにちょうどなってきたんで、うん、風も冷たくなってきたし ね、夜はちょっと涼しくなってきました ね、 反対にもうおばあちゃんは体がついていかなくて風邪気味になるかもしれないから、大変だ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 隣のタッちゃんがねそういう話しますか、まあ本当に楽しいこともしましょう、はい、ね、で落語もどんどん喋って、はい、どこまで行くかわからない頑張る小雪の創生小雪、今度からなんか小生小雪でフレーズ出すので、はい、ね、小生小雪芸名小生小雪なりにましたがすいません、一応それで行けたらいいね、はい、そうですね、そう笑う生きる小雪って最高の芸名だよねちょっとないっしょ、うんうん、ね、きっと女優になっても何になっても絶対いいと思う、うん、英語に通訳する時もすごくきっと、うんうん、ね、いいと思うから、これね
ぜひ私の願望ですけども、よろしかったら使ってください一緒芸名として、うん、いや本当にだからそういう感じで自分のものにしていってくださいね。はい、はい、来ましたね。ようやく時間となりましたが、もう今日は何を話したかちょっと私頭の中ではぼーっとしておりますがすいません、いろいろ助けていただいて。もう宣伝を読むときは小雪ちゃんと決めました、ね、ちゃんとチラシを持ってきて。いや本当彼女ね、ここはね素晴らしいんですよ。さすがですね、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた皆さん風邪をひかないように、次回は第3週目の火曜日ですね。はい、はい、でまた行きましょうか。19ね、今日5日だからね。あ、違う、6日だから。あ、うん、違う、5日だよね。もう日にちもわからなくなってきた大変だ。連休明けですが、はい、やっぱボケないように頑張ります。はい、はい、大丈夫です。ではよろしくお願いいたします。どうもお付き合いリスナーの皆様ありがとうございます。良い日々をお過ごしください。まいよ小雪のジャンボさわさわ、おやすみなさい。